冷凍食品の宅配サービスなどを手掛けるシュガーレディが新 CM 発表会を開催します。今日は CM キャラクターを務める沢村一樹さんも参加して便利で美味しいおかずをアピールします。シュガーレディグループ佐藤社長の挨拶です。今年2016年のキャンペーンでは主力商品である冷凍食品にスポットを当てて、テレビ CM を中心に弊社のこだわりをプレミアムフローズンという言葉に込めて、特に日々忙しく働きながら妻として母として家族を思い毎日を頑張っている主婦の方に向けてアピールをしていきたいと思っております。続いて新 CM で紹介されているトライアルセットについての説明が行われました。 CM などをご覧になって、初めてシュガーレディを知っていただいたお客様に向けて、シュガーレディを知っていただくためのトライアルセットをご用意いたしました。冷凍食品の便利さを伝えたい、主に子育て世代の働く女性をターゲットにしたセットになっております。いろいろな食シーンに合わせて全5種類ご用意いたしました。沢村一樹さんが出演する新 CM のお披露目です。3本続けてご覧ください。この頃頑張りすぎてない？大丈夫、シュガーレディがあるから。合成の添加物を使わないこだわりの美味しさ、これがプレミアムフローズン。まずはトライアルセットで。シュッシュッシュガーレディ。ああ、食事のバランスも考えないとな。それならシュガーレディにする？健康略前は合成の添加物を使わないこだわりの美味しさ、これがプレミアムフローズン。まずはトライアルセットで。シュッシュッシュガーレディ。お弁当がいい。今からお弁当作れる？大丈夫、シュガーレディがあるから。お弁当メニューも合成の添加物を使っていません。これがプレミアムフローズン。まずはトライアルセットで。沢村一樹さんが爽やかに登場しました。さあ、今日はたくさんのプレスの皆様にお越しいただきました。改めて沢村さんからご挨拶をお願いいたします。はい、僕もですね、子供3人いまして、まあ、僕は育てているというよりは神さんが大変な思いして育ててくれてるんですけれども、CM みたいにね、そんなにいいお父さんだとは自分では思ってはいないんですけれども、今回このシュガーレディさんのイメージキャラクターとして採用していただきまして、この1年頑張っていきたいと思います。頑張る妻を気遣う本当に優しい夫という役どころでした。もうこうお子さんとこう話していらっしゃるこう表情とかが、あ、お家の中ではこんなパパなのかななんてふとこう思ってしまいましたけれども。そうですね、割と会話は多い方だと思います、子供との会話は、ね、ただこの男の子は本当にイケメンで綺麗な顔をしてるんですけど、わんぱくなんですよ。いやー、ちょっと見ただけでもわんぱくぶり伝わってきますし、はい、なんか抱っこしながらスクワットもされてましたけれども、子供と接するっていうのはもう全部そういうのも込みなので、僕はあんまりちょっとんって思った時も笑うっていうのはしないようにしてるんです。そうなんですね。お芝居の時も、子役の子とかと一緒にやる時にはできるだけ同じ目線で、向こうも言いやすく、こっちも言いやすくするようにはしてるので、ただいつもニコニコしてるっていうのとはちょっと違う。シュガーレディの商品は温めるだけなんですが、これは調理と言っていいんでしょうか。沢村一樹さんが挑戦します。まずはハンバーグから参りましょう、はい、さあまずは、はい、袋に入っておりますので外袋から取り出していただいて、内袋ごとハンバーグ2食入っていますが、1食分を沸騰したたっぷりのお湯で、ハンバーグですとこう冷凍されてますので20分間ほど、はい、茹でていただければ、加熱していただければ完成するというものですから、はい、これなら沢村さんでも簡単に作っていただけるんじゃないでしょうか。一番大変なのがこう開ける作業ってこれだけですから。そこですか、はい、もう誰でもできると思いますよ今、はい、じゃあちょっと出していただいて、じゃあ2食入ってますからね、はい、そのうちの1食、はい、こちらをこれも入れちゃっていいんですね、はい、もうそのまま入れちゃってください、はい、これで20分間となるんですが、20分間、はい、デミソースの方は5分となりますので、ちょっと時間差で本当入れていただくんですが、今はもうそのまま入れていただいて、いいですか、入れちゃって、はい、大丈夫です、
はい、デミソースは5分となります。さあ、先ほどは外袋から取り出してこう沸騰したお湯の中に入れるだけ、たったそれだけやっていただいたわけなんですが、はい、さあ出てきましたよ。ほかほかに温まっていますので、切れ目が入ってますね。あ、入ってますね、はい、じゃあそれを開けていただいて、まずはちょっとこうお皿に出していただきましょうか。さあ、それではトングを一緒にお持ちいただきまして、あちら側に移動していただいて、はい、なんだか本格的な感じがいたしますね。いい香りがしますね、袋から出てきた瞬間。うん、あ、いいですね、いいですね。こうデミソースもしっかりとしたものがこうついてますから、本当にこうお料理がちょっと苦手なんだという方でも安心して作っていただけるんじゃないかなという感じがします。このソースがね、本当に美味しいんですよ。美味しそうにかけていただきました、はい、このソースでもうご飯がいただけます。そうですよね、はい、ここにご飯やパンがあったらいいなと思うほど、もう豪華な夕食メニューが完成いたしました。完成ということでお持ちいただきましたありがとうございます。早速食べさせていただきます。いただきます。ハンバーグって結構皆さんこだわりが強いというか、味にうるさい方多いじゃないですか。でもすごいジューシーで、お肉の食感もすごい感じられて、これなら娘の満点もらえそうですね。満点出ましたよ、はい、ハンバーグは僕もいただいたんですけど、うん、本当にジューシーなんですよ。柔らかくて、そうなんですね、しっかり肉の味がしますよね。まだまだシュガーレディのことをご存じない方たくさんいらっしゃると思います。あとは、お湯で温めて作ることに罪悪感を感じている方たちもまだたくさんいらっしゃると思うんですけど、僕は実際にいただいて本当に美味しいもので安心なものなので、一人でも多くのお母さんに、これをお母さんだけじゃなく一人でも多くの方たちに知っていただいて、もっともっとこう楽しく日常を過ごしていく方法っていうものはあるんだということをこの1年かけて、一人でも多くの方に伝えていきたいと思います。こちらがシュガーレディのトライアルセット A の試食コーナー設けられています。ちょっと試食してみましょう。こちらはボイルハンバーグですね。表面がこんがりと焼き色ついていて美味しそうです。ではいただきます。うん、お肉の旨味が中にギュッと閉じ込められていて美味しいです。続いてこちらはサバの味噌煮です。こちらのサバの味噌煮は一品一品ピンセットで骨を取り除いてあるということで、いただきます。うん、ふっくら柔らかいです。で、味噌が結構甘く煮つけてあってお子さんでも食べやすそうですね。続いてこちらがひじきの五目煮です。見てみますと枝豆とか、あと人参も入っていて彩りも鮮やかですね。いただきます。うん、あっさりしていてすごく食べやすいです。意外とひじきって私も作るんですけど、なかなか難しくて味付けが大変、こう皆さん苦労してらっしゃると思うんで、これがあったら一品さらにこう一皿としてもいいかなと思います。続いてこちらはイカの田舎煮です。イカとそして里芋が煮つけてありますけれども、里芋も全く煮崩れてないですね。ではいただきます。うん、すごく柔らかい。4品試食しましたが、どれも本当に美味しかったです。便利なのはもちろんですけれども、安心安全にバランスよく食べられるというのは素晴らしいなと思いました。これでしたら働く女性にとってこちらを常備しておけば何か一品欲しいという時にも安心ですよね。共働きのご家庭はもちろん高齢者の方などにも非常に便利なシステムだなと思いました。こうしたサービスを活用してみんなが楽しくそして健康に暮らしていけたらいいですね。